はい、皆さん、参る参る。カットはね、切ってみないとわからない。お客さんによくさ、あと1センチ切ったらどうなるのって聞かれるじゃない？どうなるもこうなるもね、切ってみないとね、わからないだよね。そういう時はみんななんで答えんの？ 1 センチ切ったらどうなりますか？ 1 センチ短くなります。まあそうだよね。もっと美しい言葉使うだろうね、みんなだったらね。でもね、だいたいそれ言われた時はね、切らないともうダメだよね。長さに不満があって、あと1センチ切ったらどうなるとか2センチ切ったらどうなるってだいたい聞いてる場合が多いよね。まあ切るのは切るんだけど、聞かれたら切ってみなきゃわかんないよってしか言えないよね。はい、切っちゃおうと、もうそういう時はもう切っちゃうんだけどね。1センチって言われたら5ミリ、2センチって言われたら1センチ、だいたいすいたりするからね。あんまりね、切り急ぐことないんだよね。すいて調整ってこともあるからね。5ミリぐらいだったらすいて調整の方がいいかな。そういう場合はな。まあこれもね、状況によるね、ヘアスタイルとね、状況でね、長さ1センチって言われたら5ミリ切った方がいい場合、すいただけの方がいい場合、まあそれぞれだよね。まあ状況を見て判断するんだけどね。だからあと1センチ短くしてって言われた時、本当にね、切ってみないとわからない。だけど、どう切るかってね、やっぱり美容師さんの、才能つか資質っていうかね、美容師のレベルの違いってのどう状況を判断するかだよね。1センチって言われた時、1センチピチッとね、ブラントで切るかチョップカットできるか、これだけでもなんか違うからね。1センチって言われても5ミリしか切らない。その5ミリの切り方もブラントで切るかチョップカットできるかね。さらに1センチ切んないですくだけとかね、まあ、長さを変えずにね、毛先にシャギーを入れる、それこそスライドカットでね。はい、それちょっとやってみようか、動画でね。はい、スライドカットもね、いろいろやり方があるからね、はい。まあ、こう下持ってね、はい。下をさ、まあ適当に持って、この表面、はい、こうやって落としちゃうっていうやり方もあるからね。わかった？いろいろあるのよ、やり方ってのは。今日ね、こうやってどん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 薄くしていくのね、こうやってね。こういうのもありだよね、はい。わかる？見えた？今これ長さが長いけどね、はい、ショートなんかもやるよね。はい、ショートの分厚い襟足ね。見える？はい、見える？ショートの分厚い襟足ね。はい、ちょっとね、つまんでね。ちょっとつまんでね、はい、ここね、角を落とすような感じね、こうやってね。重いとこつまんでね、こうやってね。はい、スライド、カットっていうのかな、こういうのね。まあ、適当カットだよね。はい、こうやってね、襟足重いとこね。こうやってね、はい。分かった。カットの技術っていうのは意外と適当なんだよね、美容業の場合はね。そのさ、適当な技術でも削りたいところにハサミが入って適切に削って薄くなればいいんだよ。まあ我々の世代になるとさ、いろんなカットはやってきたよね。もうすべて一通りカットやってきたよね。で、若い人がさ、これからのね、カットはね、こういう切り方だね、こういうハサミ使いだ、おっさんできるかとかね、おっさんじゃ無理だろ、おばさん美容師じゃ無理だろね、何を言われてもね、すでにもうやってんだよ、うちは。もう、なら20年前にやったよとか。エフェクトカットだったらさ、自分よりさ、一世代上の女の先生、おばちゃん先生、あれなんか結構やるんじゃねえの、エフェクトカット。あ、エフェクトカットで育ってきたような人いるんじゃねえかな、ご年配のおばちゃん先生。どうよ。それこそさ、渋谷のカリスマ美容師とさ、ハサミさばきさ、似たようなもんじゃねえの？カリスマのさ、ハサミさばき見てさ、うちの親美容師なんだけどさ、それ、同じ切り方してるわ、みたいに。美容業ってそんなもんだよね。もう、美容技術なんかね、何か新しいの出たって、今のところもう出尽くしてるからね、新しいものは今のところないよね。だからね、講習会行ってね、これがね、新しいカットだ、なんてね、自慢してもね、いや、昔のカットなんだよ、意外と。はい、お疲れ様でした。